おはようございます。9月19日木曜日の東京インフォメーションです。東京都は卵子凍結に関する基礎セミナーを初めて開催します。卵子凍結を一緒に知る基礎セミナーは今月30日月曜日午後6時半から7時半まで東京ウィメンズプラザホールで行われ、オンラインでライブ配信もされます。東邦大学片桐由紀子医師による卵子凍結に関する基礎知識講座をはじめ、卵子凍結経験者などの経験談、座談会ムービー上映や都の事業案内があります。年齢・性別を問わずどなたでも参加できるセミナーとして開催します。参加を希望する人は特設のホームページから、会場参加は今月24日火曜日の正午までに、オンライン参加はセミナー終了までにお申し込みください。パートナーやご家族も参加できるこのセミナーを、卵子凍結について一緒に知る機会にしませんか。都は女性経営者などの活躍に向けた会議ニューカンファレンスの参加者を募集しています。ニューカンファレンスはビジネス分野における女性活躍の機運を一層盛り上げるため、女性経営者などが一堂に会する会議です。基調講演やトークショー、5つの分科会、東京女性経営者アワード表彰式などが行われます。開催は11月25日月曜日の午後1時から6時10分に東京国際フォーラム B5 の会場と Zoom と YouTube によるライブ配信で行われます。対象は企業・団体の代表者、経営者層、個人事業主などです。参加を希望する人はホームページの申し込みフォームから11月21日木曜日までにお申し込みください。定員は会場の200人程度を含む1000人程度です。明日9月20日から26日までは動物愛護週間です。今年も動物愛護フェスティバルが開催されます。動物愛護フェスティバル、今年度のテーマは子どもも大人も一緒に考えよう、私たちと動物です。あさって21日土曜日午前10時から午後5時まで駒沢オリンピック公園では2024動物感謝デー in ジャパンが開催されます。ペットと防災、能登半島地震と動物たちや犬のしつけ方教室などのステージをはじめ、子ども広場、ブース広場、パネル展示コーナーなどがあります。六本木の街を舞台にした都市とアートと未来のお祭り、六本木アートナイト2024が来週開催されます。六本木アートナイト2024は今月27日金曜日から29日日曜日までの3日間、六本木ヒルズや森美術館、東京ミッドタウンなど六本木の街全体で開催されます。今年はオールナイト開催に変わり、3日間それぞれパフォーマンスなどのプログラムが集中するコアタイムが設定され、夜遅くまでさまざまなアート作品が楽しめます。また注目するアーティストを複数選出し展開するランピックスや
特定の地域や国で活躍するアーティストを披露するランフォーカスの新たなプログラムも行われます。今日お伝えした内容は番組のホームページでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。